密着、イエーイ。今回は密着ということで楽しんでいきたいと思います。それではどうぞ。イエーイ、今から原宿に行きたいと思います。イエーイ、レッツゴー。原宿で何したい？原宿でプリ取って、いちご飴食べて、お揃いのもの買いたいです。ちょっと結構合わせてる感あったけど、どう、やりたいこと一緒？二人さ、原宿よく行くの？今までだったら10回ぐらいあるかな。うん、結構行ってるね。結構行ってます。楽しみですね。あ、冷たいもの食べたい。左。あ、ちょっと奥ちゃった。この電車は山手線小田原新宿。どこ行きたい？どこ行きたい？どこ？いいよ。大きいのしか持ってなかったんですよ。700、800円です。欲しい。これめっちゃ伸びるやつでしょ。可愛いやつ選ぼう。え、みんなそれやっぱ伸ばして遊ぶの？育てる育てる。イエーイ、いいものゲットしたね。はい、ほら、クリーベビー。いや、クリーベビーばっかじゃん。一回やろうかな、一回やろうかな。あ、合わせてやる。え、大丈夫。絶対さ、ちょっと確認、紫出ない。結構悩む。お、いいんじゃない、そのピンク。お願いします。お、わあ。いや、あ、待って、リアさ、こっちやりたい。ちょっとさ、チョキごめんね。使ってていいから持ってくれるかな。ありがとう。ナイスチームワーク。取れない系だ、これ。頑張れ。おー、あー、ダメじゃん。これダメじゃん。アームが弱すぎ。おすすめしません。二人とも取れなかった。お、寿司。あ、見て、カニだ。カニカニ。カニカニカニ。あ、原宿と言ったら何を食べる？え？俺は10円パン。あー、お揃いのものゲットですね。ゲット。担当カラーの黄色をちゃんと買いました。意識高いね。これは事務所の赤。事務所の赤。この前アグリーベイビーさ、お風呂に入れた。洗って、ベビーパウダー一つ
なんかね、教えてくれたの、なぎちゃんが。そうするといいよって。じゃあ俺もやってみよう。これからのプランは、最初ベビタピ行って、その後にプリ取って、その後はちょっとパラパラしようと思います。あ、はい、早くね。チュケリアじゃなくてアグリベイビーとデートの密着ですか。そうですよ。もうやべ。了解していきます。動きがちょっと気にくる。あ、大丈夫です。あの、そんな一応あの気にか。これに決めました。これ？あ、これ。これ。あ、これね。いいね。お。これだ。フルーツオレ。フルーツオレ。お、フルーツオレ。いや、もう同じのする。同じのする。コーヒー牛乳か、あの瓶の牛乳。そこに寝かせんのだけ、本当に刺さる。うわって絶対これが止めてない。ほら、立ってよ。さあ開けて。かわいい。はっ、おいしい雪牛乳。お、これ学校で出てる。はい、チョキが学校で出てると言っているものです。メブミルクみたいなやつ。はい、じゃあこれでした。それどこにつけんの。え、飲ませんあ、飲ませんだ。そのためにやる。あ、そういうこと。やっぱ育てるのがね、目的ですから、この赤ちゃん。リサイクルします。あ、すごい、すごいよ。おー、テリアもリサイクル。イエーイ、皆さんしてみてください。してみてください。あ、ここだ。合ってる。あ、スリールあるよ。チケやった。まずはゴリラを3、2、1。いい感じ、漏れてる。はい、漏れてますよ。
どういうこと？メルキー、メルキー。はい、ということで帰ってきました。イエーイ。原宿2人で初めて来たんですけど、美味しいものを食べれたし、こういうのも売つ。それ何？で、アグリーベイビーを100均のものだけで可愛くしてみた。なんかさ、お風呂上がりの子みたいな。こんな感じで欲しかったものもゲットできたので最高でした。チケは？アグリーベイビーを欲しいと思ってなかったんだけど、実際見たら欲しくなっちゃいました。はい、こんな感じです。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。おばえチョケ。See you, adieu! バイバイ。